プレミアリーグはイングランドのサッカーリーグにおけるトップディビジョン。イングランドのプレミアリーグはイタリアのセリエ A、スペインのラリーがドイツのブンデスリーがフランスのリーグ案とともにヨーロッパの5大プロサッカーリーグを形成している。イングランドではサッカーの国内リーグが1888年に開始されており、プレミアリーグが創設されたのは1992年である。 世界中で約10億人以上に視聴され、全世界で最も人気が高いリーグであり、世界最高峰のリーグの一つである。サッカー競技のみならず、全世界のスポーツリーグの中で最もテレビ中継の視聴者が多く、人気、実力はともに高い。また、上位チームから下位チームまでの資金力及び、レベル差が小さいのも特徴で、たびたび下位チームが、 上位チームに勝利することがある。このため現在では世界で最も優勝するのが難しいリーグであると言われている。2000年以降、欧州主要リーグの中でも圧倒的な売上高を誇り、2009から2010シーズンの売上高は24億7900万ユーロであり、2位のブンデスリーガーを大きく引き離している。 テレビ放映権料も巨額であり2016年から2019年の3年間で95億ユーロの契約を結んでいる。放映権料の半分は各クラブに均等に分配され、25%は放映試合数、残り25%は順位に応じて分配される。また海外放送分については均等に分配される。 2014から2015年には1位チェルシーには1億2400万ユーロ。最下位の QPR でさえも7900万ユーロの収益を手にした。プレミアリーグ創設から優勝経験があるのはアーセナル、ブラックバーンローバーズ、チェルシー、マンチェスターユナイテッド、マンチェスターシティ、レスターシティの6クラブのみ。2000年代にはマンチェスター U、チェルシー、 アーセナル、リバプールの4クラブが毎年優勝争いを繰り広げていることからビッグ4と呼ばれてきているが2010年からはそれらのチームにトッテナムホットスパーとマンチェスターシティを加えたビッグ6になりつつある2011年5月1992年のプレミアリーグ創設から数えて12度目の優勝をマンチェスター U が果たした この結果、フットボールリーグ時代の7度の優勝と、合わせて19回目の優勝となり、イングランドのトップリーグでの最多優勝チームとなった。優勝チームは翌シーズン、袖に刺繍されている獅子のロゴが、金色になる。1980年代、イングランドサッカー界は低迷していた。スタジアムは古く傷んでおり、観客は古びた設備で観戦することを強いられた。サッカー界は、 アメリカの NFL のようなエンターテイメント制への脱皮が模索された。また、同時代にはフーリーガンを代表する暴力行為も広がりを見せていた。1985年という年は、イングランドサッカー界にとって役年で、5月11日、ブラッドフォード式サッカー場火災で56人が焼死、バーミンガム式サッカー場崩落で1人、死亡、5月29日、UEFA。 チャンピオンズカップ決勝リバプール対イベントス戦でサポーターが暴徒化し39人の死者が出る事件が発生。イングランドのクラブは UEFA が主催する大会への出場を禁じられた。これを最後に一旦 BBC と ITV によるサッカー中継が休止された。プレミアリーグ以降前であったフットボールリーグのディビジョン1は収益、観客数などでセリエ A。 リーガーエスパニョーラに大きく遅れをとっており、優秀なイングランド人、選手数人は海外に活躍の場を求め、イタリア、フランス、スペインが欧州三強であった。しかし、1990年を境に、この下降傾向が減速し始めた。イタリアワールドカップで、イングランドがベスト4に進出、UEFA 取材大会への出場禁止措置も解かれ、イングランドサッカー界に、 最高の兆しが見え始めた。1980年代後半頃からテレビマネーも重要になっていた。フットボールリーグは1986年に2年で630万ポンドで契約していたが、これが BBC と ITV との間で結ばれたカルテルであることが発覚。また放映権量の分配もリーグの全92チームに均等に行われていたため、 特に競合で人気のあったビッグ5と言われたチームから、不満の声が上がりリーグからの離脱が噂され始めた。1988年1月、FA 創立100周年の年、FA はビッグ5の経営者を集め、当時創立予定であった、衛星放送、BSB に放送権を移し、BBC と ITV 間のカルテル打破と、放映権量の増収を図らせた。 まだ衛星も打ち上げられていない放送局との契約は不安視されたが92クラブ中91チームが契約の方向でまとまりかけたこの時従来放映権を握ってきた ITV はビッグ5に秘密裏に高額な放映権量を提示したがわずか5チームだけではリーグを構成できないためビッグ5は他のクラブを密かに誘い始めた1八十九年四月十五日 ヒルズボロスタジアムでの観客将棋倒し事故で96人が死亡したことを受けて、当時のマーガレット・サッチャー首相は、サッカー通りの裁判官、ピーター・テイラーに、劣悪な環境のサッカー場の改修を指示、その後立ち見席が全敗された。1990年11月ウィッグ後の核、経営者がロンドンで秘密裏に、夕食会を持ち、リーグからの離脱を決定。 FA に報告したところ、リーグから猛反発を招き、1991年6月13日高等法院での審判により、FA にリーグの運営権があることが確認された。テレビ放映は ITV が入札で、スカイに敗れて退した。1992年2月20日、フットボールリーグのディビジョン1に所属していたクラブすべてが離脱し、FA プレミアリーグを設立。 FA プレミアリーグはテレビ放映権やスポンサーなどの契約を独立して結べるようになった。その後、フットボールリーグとの間で従来通り3チームずつの昇格、降格を行うことで合意。1992から93シーズン、初めての FA プレミアリーグが開幕。最初のゴールはシェフィールドユナイテッドのブライアンディーン。その後、百九十五年に リーグ構成クラブ数を22から22削減。2006年6月8日、FIFA はヨーロッパすべてのリーグに対し、2007から08、シーズン開始前にトップリビジョンのクラブ数を18にするよう要求したが、プレミアリーグは削減しない方針を表明している。2007年2月12日、名称が FA プレミアリーグからバークレイズプレミアリーグに変更された。 2012から13シーズンからユースリーグのプレミアリザーブリーグとプレミアアカデミーリーグが統合し U-21 プレミアリーグ U-18 プレミアリーグが新設した FA は2015年6月4日今後プレミアリーグのスポンサー契約をしない方針を表明2015から16シーズン終了後にプレミアリーグはバークレイズとの契約を終了し名称が プレミアリーグに変更された。U-21 プレミアリーグはプレミアリーグ2に変更し、23歳以下までの出場が可能となった。プレミアリーグは所属する20クラブによって所有される株式会社として運営される。各々の,の,のクラブは契約やルールの改定に関する投票権を持つ株主として考えられる。なお、主要なルール変更やリーグに関わる重要な提案を 行う場合、それらに対して拒否する権限を保持するフットボールアソシエーションの承認も必要となる。プレミアリーグは1992年にイングランドのプロサッカーリーグの改変に伴いフットボールリーグから分離して新設された。20クラブが所属しホームアウェイ方式による2階層あたりで8月から翌年5月にかけて全38試合を戦う。 勝ち点はそれぞれ勝利が3、引き分けが1、負けが0となっており、獲得した勝ち点によって順位を決定する。勝ち点が等しい場合は、得失点差、それも等しい場合は、総得点による。優勝クラブ、2位及び3位クラブには、翌年度の UEFA チャンピオンズリーグの本大会への出場資格が、4位クラブには、プレーオフへの出場資格が与えられる。5位クラブには、 翌年度の UEFA ヨーロッパリーグの本大会への出場資格が与えられる。また、海3クラブが自動的に2部相当のエフルチャンピオンシップに降格し、チャンピオンシップからは上位2クラブと3から6位の4クラブを対象としたプレーオフを勝ち抜いた1クラブの計3クラブが昇格する。外国籍選手の登録制限はなく EU 及び F タ加盟国の国籍を持つ選手は、 労働許可証取得の必要がない。それ以外の国籍選手は労働許可証取得の必要があるが、取得の条件として、過去2年間で代表 A マッチの75%以上に出場していること、過去2年間の FIFA ランキングの平均順位が70以上の国の代表選手であることが必要。ただし、条件を満たさない場合でも、特例として労働許可証が発行されることはある。 ちなみに、イギリス、および、アイルランド国籍の選手は、国内選手扱いとなる。ベンチ入り人数は7人まで。2019から2020年シーズンのプレミアリーグの、クラブ数は、前年同様の20。ノリチシティ、シェフィールドユナイテッド、アストンビラが、プレミアリーグに昇格。エフルチャンピオンシップ優勝チームに与えられるトロフィー1992年までの、リーグ優勝チームは、 フットボールリーグ歴代優勝クラブを参照。プレミアリーグ戦におけるサイト特典者。シーズン途中でプレミアの他クラブへ移籍した場合もリーグ戦での得点は加算される。詳細はプレミアリーグの記録、統計を参照2016、2017シーズンの平均観客動員数は35,870人で欧州リーグで2位であった。一方、2016、 2017シーズンの集客率は94.95%で欧州リーグで1位であった。詳細は e n プルミエリーグメディアカバレージを参照プレミアリーグの国際映像は1997から98シーズン以降、イムグとの合弁によるプルミエリーグプロダクションズがリーグ戦前試合の映像制作及びレビューハイライト、情報番組の制作及び配信を行っている。 現地時間土曜日15時キックオフの試合はスタジアムへ足を運んでもらうためイギリス国内でのテレビ中継が行われない。ただし、イギリス以外の国では放送されているため他国の衛星放送をイギリス国内で受信しているスポーツバーなどもあり、その是非が裁判で争われている。イギリスでのテレビ中継編集2013から14シーズンから2015から16 シーズンの放映権は B スカイ B と BT が獲得している。スカイは年間116試合放映で1シーズンあたり7.6億ユーロ。BT は年間38試合放映で2.46億ユーロとなっている。この新契約の放映権量の総額は2 0 1 1シーズンから2012-13シーズンまでの契約よりおよそ70%増加している。 アメリカでのテレビ中継、編集アメリカ国内では2013-14シーズンから3シーズン NBC スポーツが放映権を獲得。地上波の NBC、ケーブルの NBCSN を中心に放送。2015年8月にはさらに6シーズン分放映権を延長。また最終節はチャンピオンシップサンデーと題して NBC、NBCSN、USA、 サイファイ、CNBC、MSNBC、ブラーボ、E、エスクワイア、オキシジェンの10チャンネルで同時性中継される。日本での放送、編集2018から19シーズン終了時点2018から19シーズン終了時点2001年に、アーセナル FC に稲本淳一が、期限付き遺跡で加入し、初のプレミアリーグでプレイする日本人となった。しかし、 アーセナルでは出場機会はなく2002年に期限付き移籍したフラム FC でプレミアデビューを果たし日本人初ゴールも決めた。同時期には日本代表で活躍していた川口農活や西澤明則、戸田和幸などがプレミアへ移籍するも目立った活躍はできなかった。2012年に香川真司がマンチェスターユナイテッド FC へ移籍しアジア人初のプレミアで リーグ戦、ハットトリックを達成し、日本人初のリーグ優勝も経験した。2015年には、岡崎慎司が、レスターシティ FC に移籍、移籍1年目で、広角候補だったチームが、リーグ初優勝するという奇跡を起こし、ミラクルレスターの一員となった。2020年1月に、南野匠が、ユルゲンクロップ監督率いる、世界王者リバプール FC へ移籍を果たした。 詳細はヨーロッパのサッカーリーグに所属する日本人選手一覧イングランドを参照プレミアリーグを作った男たち公式ニュースライブ配信サイトありがとうございます